だが入室しました。はい、いや、おはようママ。おはよう。はい。ログインしてねえじゃねえか。ログインしてねえじゃねえか。ログインしろ。Wi-Fi ないの。ログイン待ってるよ。よし。大丈夫かな？もう割れた？おはよう。アイコンがお揃いだ。お揃い？同じ神髄？お揃い？キャー！エクソシフトよ！消えたわ。やばい、なんだろう、すげえ顎下が痛え。なんだろう、寝るとき変な体勢で寝たんかな？なんか顎が。間違って消しちゃった。ねんねんにゃう。では前はあれ E8 でもう喋れるようになったからって割とみんな喋ってたけど、今も喋る人いなくなったね。昔は割と喋ってる人がいっぱいいたイメージがあったんだけど、第五人格やってる人みんなシャイってことでいいかな。ああ、バチってる音が聞こえる。目の前の箱で負けてやろうかしら。うわあ、ハンターピエロじゃん。やだわあ。やだやだ、怖い怖い。食べてたら、どうしようかな、目の前にいる。やべえ、はかなくなってるね。
あーめっちゃ私だ。ねえ、ラブチュアあかんと思います。はいはいはい、ラブチュアあかんと思います。ねえ、なんで少女目の前にいるの？何してるの少女。私の行く道が制限されて、あー、タゲチェンしちゃった。やべえ、電車に轢かれる。私は私で。ごめんね、バッツマン。わざとじゃないの。そして私は電車に仲間に轢かれているの。え、なんか閉めてない？かわ。私はバッツマンが持ってきてるわ。私にしない？ちょっと責任取って私、あなたと提出するわ。バツマンを追うのやめてあげて。バツマンは何も悪くないの。悪いのは私だから。もしかして最初この人二人いる？あれ？なんかすでに最初どんどん買ってなかった気のせい。おい、おい、いたわよ。追われてた。え、あれ、私の時追われてなかったの。失礼しまって、いかず。バチ、超高人でバチるとかいう大罪を犯しました。やべえ、バックマンのそばをピエロいるように見えます、僕。なんでピエロの方に向かってしまったんでしょうか。なんか火が出る。赤いね、よしよし。およしよし。およしよし。まだスタンプは1個しかありません。なぜならこいつ、エモートが多いから。ちょっと私、買い物して、買い物してる余裕がないわね。これ、バツマン握ってたんか？あの買い物してるやつバツマンか？なあ、バツマン買い物してる。あーすごい、頑張れ頑張れ。あー、もしかして占い師も2人いる？占い師も2人いたの。あれ、ネムには占い師だったっけ。なんか違うキャラだった気がしたんだけどな。ダブル占い師は少女、少女、これつけるようになって私に出してください。ちょちょちょ、後ろばっか出てないんだけど、前の先に。あわわわわわ。あー、それで私じゃなくて少女なんだ。ふーん、そういうとこでいたか。いいね、最初。そう、そこからいいワーク出してくれる。私、私気づくから。痛い。早く最初。ね、最初？私殴られてるんだけど？最初？最初なんで今の工作中に、救助しなかったんだい？最初。私何のために無様に殴られたんだい？最初？もう飛んじゃうよ？ちょいちょい。何してんだ？最初、敵のカバーはできたけど。出会いクラッシュ、僕も買い物したい。ネット回線の調子悪いの？だんだんね。異常なんだけど、あのピエロ！やば！いかつすぎんでしょ。しかもそのまま大きい私のこと。買い物でもして。私のこと言わないで。しなかったのしなかったの。いやー、初手ピエロ異常はいかついわ。あ、すいません、買い物をさせていただけませんか。電話の最中に呼ぶのやめていただいて。もろてそこにイライクラックおるやんけ。イライクラックでよかったやんけ。やばい、私が使ったら完成できなかった。ハート。今私ね、ここに箱があるから。
夫でした。私は悲しくない。I love you. いつのこと。こっちには来てないんだけど、最初かな？そうそう、あの方が欲しい。シンク変わる必要あるかしら。同じ、もう一人の人で一緒に食べてるか？あ、でもそっちにね、あんたいるな。あのピエロ絶対薬漬けよ。だって抗菌硬直回復早いもの。すごい信用するわ。あのハンターが注意目標変えたとか変えたとか変えたとかチャットしてへんのかい。ねえハンター撃たれるんだけど、マジで聞いてない。戻れにしよう、ハンター2人いるから。バカなんじゃないの。なんでお前ら誰もハンター近くにいるとか、ハンター いなくなったとか言えへんのや。どうなっとるんや。ありがとう、イライクラーク。多分イクラでしょ。イクラじゃないかも、解読早いから。いや、多分あれはイクラ。ちょっと全然黒の人に見えんかったけど、イクラ。私を助けてくれるのはイクラしかいない。私知ってる。そこの板割りな、諦めて。そこの板越えてくるのズルだと思います。ズルコズルズルです。ほら、そこの板も壊しな、諦めて。許しません。あ、もうダメ、もうない、もう香水ない、もう香水ないから死ぬ、もう香水ないから死ぬ。あ、加速って美味しいな。上がるなら上げてくれ、上がるなら上げてくれ。まだ 7% つってるやつおる。絶対新規触っとるやろそれ。もう諦めて私のことをね、やめなよ。ウィクラが今450ぶちかましてるの見えちゃった。ありがてえから離れよう。もしかして旅でした？もしかしてだけど、不祥のウィラから竹チンしたんじゃないの。なんでやねん、マジで。なんでなんで死にかけの、あ、はい、すいません。あ、私の回復からですか？ありがとうございます。ありがたいです。とってもありがたいです。マジでなんで死にかけの、あと一発で死ぬ超講師から無傷のイライクラークに竹チンしたんだよ。あー、イライクラーク私のせいで死ぬ。やめて、私のイクラを殺さないで、イクラ！どこが勝手に変化なの？どこが勝手に変化なの？え？いらないの？治療。いいの？いない、誰だ、誰だ、誰だ。はぁ！ N か、こんばんは。でもチャット見てたら、そのチャットの奥から、めっちゃハンター見えて、はぁーって言っちゃった。大興奮で、一人で。じゃあ私もイクラに礼を込めて、信号銃を変えさせていただきます。なぜならもう、こうすると変えないからです。いいじゃねえか、ぶちかましてやろうじゃねえの。ガイア、ボケ。あ、ちょっと待って、なんで銃だけぶちかまして、私、90。ねえ、火薬回復。ねえ、なんかピエロいたんだけど今。ああ。ねえ、絶対今いくら二人に狙われてるって私絶対わかる。絶対二人に狙われてるって。あ、いや一人だった。あの一人は別の依頼クラックを送るわ。やだ、ピエロに狙われてるんで。ピエロは異常。ねえ、なんでこっち来たの？ねえ、なんでこっち来たの依頼クラック？ねえねえねえ、どうしてこっち来たの？ねえ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 。私になすりつけたいの？こっちのイライクラークは。え、待って、イライクラーク？イライクラークじゃなくて最新。不要の邪魔かしね？イライクラークなんか言い伸びてね？私から離れて。なんであの占い師、予測ばけに近寄ってんの？ちょっと待って、信号中、信号中、信号中。大丈夫だ。
束縛。お前が追われたら私が信号銃をぶちかまして、あ、いや終わった、私がイライクラークの救助に行くからお前は離れるんや、私はイライクラークの救助に行く、離れるんや、きっと通じてないだろうけど離れるんや。なんで壁するのに毎回毎回みんな袋使うのや、私の壁返しなさい。もしかしてあの お前もなすりつけたねえピオナジルマン、今お前ロケだ、あ、ラグビーボールダッシュしてたよな、最低。飛びじゃないとは、飛びじゃないことだけは取ってるんだけど、飛びじゃないことだけしかわからん。おめえなすりつけといて何救助行こうとしてんだバケダスが。よーちょ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 、元気謝ってるね、待って使用しない、いやそうだ、私今ナチュラルに壁を処置してたんだけど、私も負傷兵じゃねえか、私に住めなかなあー目の前に板がいる、終わりです、はい終わりです、あらー死にます、イクラの方行っちゃった、イクラ袋ある、逃げれる、逃げれなさそう、頑張れ、誰だイクラ、戻ったら、戻ったらここにペロがいる、あどいつもこいつもイライクラクになすりつけやがって、うちに12、あ、引き分けか、ちなみに私がなんでこんなに元気かっていうと、あの朝仕事明けだからですね、あの寝て眠気、寝足りない体で、睡眠が足りない体で、28してるから、お風呂マックス。そう、親勤。親勤のせいでハイテンションフルマックス。マジ超眠いもん今、超眠いけど眠いよりもハイテンションフルマックス、ただ私この眠気がピークに達したら多分ね、あの糸切れたようにプチンと寝るおやすみな、投げ捨ててそのまま軍内で、あ、さっきナスつけてきた最初じゃないこれ、いくらに、私の大事な束縛者に、お前だろ、そこの、黒い、なんだっけ、あいつの名前、あの最初の名前なんだっけ。なんとかの光。何の光？明日の光じゃない。明日日は UR。何光？なんだっけ？忘れちゃった。なんだ、衣装の名前出てこない。黒ピカリ。それはもうね、違うのよ。虫が出てきちゃうの。N 最新の衣装でこれだけ入らんやつ。うん、もう絶対そんな黒ビカリっていう愛称で流行ったらもうみんな嫌いになるよ。いらん。妻子なぁ。あの衣装透けっからな、彼から。あれなんか死がいなかった？整頓してない KJK？ あ、整頓した KJK。
ねえ、オペラいるんだけど、そうだった、オペラバンっていう概念ないんだった。なんかオペラのあれ、なんか修正された？なんかエモート使ったら無限になんかできるやつ。修正された？されたって言って、誰か。エモートしながら無限に、なんて言うんだっけ、あれ。無限に移動できるやつ。影の中。あら、参考者。使わずに移動って何か。あー、使わないで、なんか、あれでしょ？エイミー町だっけ？エイミー町だっけ？エイミー町かなんかで。いや、エイミー町じゃないな。中華街だ。中華街で、逆ゲーまで行くやつ。あれ、私が見たな。線路の方？あれ？線路もあったっけ？私が見たの中華街だな。ねえ。あ、でも本家も見たよ、ちゃんと。その、ハンターのロケット花火モーションしながら、なんか、一生連続タップするやつ。なあ、心が追われてるよ、かわいそう。また上がったね、じゃあね。ここの木をもぎもぎしましょうね。ドキドキするけど関係ないですね。もぎもぎ。私は助けなくていい。あの心眼も諦めの境地に至ってる。大丈夫だ、心眼。さっき私と一緒に行ってる占い師になせつけたらしい最初。なんかダッシュ、そう、ラグビーボールでダッシュしてるところ見たんだよね。え、なんでみんな上げずに離れちゃうの？上げられるんだから上げようよ。あ、ごめん。あの、全然磁石さん入れるの必要ないから。たださ、泣き虫ってさ、そういう魂見なきゃいけないじゃん。最近。いや、あそこでモイで越えてる。モイで越えてる。あの地方も。やばい、モイでの方。いや、違うな。椅子行こうとしたな。大丈夫だ、心眼。諦めるにはまだ早い。私たちがいる。私と担当者がいる。あー、出は失敗してる。受ける。ピシャって拾った？ピシャって拾ってみよう。ただしは避けていただいて。あー、取らんかった。怖い。壁いくらでもしてあげるからさ、魂だけ避けてくれや。そしたらもう何でも、あとはいてなるようになるから頑張れ。今こっちに行くんだったし、行けないの。あ、なんかハグ今なんかハグしてませんでした？もうやだ、炭鉱しちゃったら棒立ちするんだ。こっちみんなごめん、お前も買い物したいんだね。ごめんね。あ、なんか帰ってきてね。あ、新学帰ってきてんのか。待って、あの人も、あの、踊り子の距離で行ける誰か。死んだ、大丈夫だ。俺が一緒にいるからな。俺がそばにいてもしゃあないだけど。ほんとしたら、死んだ。もう、たぶん、あんた追ってきたいんじゃない？追ってきてる、まだ。一応、ここの木ハグね。追ってきてるか追ってきてないかわかんないけど。まだ追ってる？ちょっと、あんまり見えない。なんかすげえドキドキする。これはオペラ？違うわ、ロビーだったわ。はぁー！なんか依頼子の子が、そこで殴られてた。いや、やだ、私に打撃しますか？思った。今誰のせいでしゃべってるの？あぁ、こっち来ないでください、ロビーちゃん。いや、私じゃないわ。あれだ、心眼探してんだ。ね、ちょ、ね、帰ろうって言っただけかな。心眼治療してるけど、治療してるそばでロングアップ出てるから大丈夫かな、心眼。心眼、お前なんで整頓する勇気があるんだい？せめて全回復してから整頓しな、心眼。そういうとこだよ、狙われちゃうの。ちょ、邪魔。あ、
これがないと文字が見えないけど、これがあると至るところですね。ロボットも壊されちまって。てかロビーなのに瞬間移動なんだな。ロビーと言ったら会社なイメージ。違う、なんでお前こっちに来ちまうんだ。お前は解読機なんか触らずに、あ、違う、ここの進み的な暗号機なんか触らずに神秘触ってろ。違うだろ、ハンダ。進んでるの分かってるんだから。私は守ってあげられないんだぞ。反抗者とか、呪術師じゃないから、負担ないんだからね。信用するよ、払った方がいいんじゃない？うん、大丈夫そう。反抗者が、捕まる、俺で飛んでるわ。反抗者フルリーで、ジュージューがそっちに。そっちの暗号機触りたいんだけど。ねえ、なんで心眼キーもがないの？キーってもいだ方がいいの知ってる？確かにキーもぐと通知来るけど、もがないと後々困る。なんか、わー、なんかあの選手さっきもラグビーボールダッシュしなかった。なんかラグビーボールダッシュ流行ってる？やっぱ負傷してるからラグビーボールダッシュしてない。ちょっとそこの負傷してるわらび餅、わらび餅かな、ちょっとどういう？なし90いくから頑張って。21、いや、ちょっとすぐしないで。オッケー、カブしてあげたい、カブしてあげたい。おー、うまい、うまいか。ちょ、いかないんかい。痛い。じゃあ一発殴られたんでグッバイ。あとは頑張ってくれ。時間稼ぎはたっぷりした。私の信号銃は一緒に行っている人のもの限定だから。お酒を一致、なんか信用しない。あー、ちょっとタコ車が飛び出てるだけだった。先に行くよ、もしかして。死ぬため私お酒飲み込んってことなんか聞かなくね。あ、ちょっと別な動き、あ、違うところから進むのかな。残り2台だったかな。じゃあもう一回救助行きますか。バッサイ、ロビーの木なんてバッサイバッサイ。待って待って、残り1人なんてこと言うんだお前。大丈夫だ、私は精一杯の時間稼ぎをしよう。即休はしないけど。ね、それさ、一番困る。はい、いいよ、救助して。救助してくれる？私の構成が切れる前に。あ、おい、構成切れるじゃねえか。してあげたいけど、食べてくるかな。見ない。お前、なんで電話なんか使ったんだ。興奮だー。待って、シンガー海が地下で死んでる。シンガーいつの間に終われるかな。 93%、 もうあっちょっとすんだろ。ビジョンと買う。いいじゃてー、カモン。ね、池田のところが寸止めのはず、上がんのかな、あれ。殴られてダメだ。上がるんだったら、行ってもらったら、なんだろうな。あっち？あっち？ここにない。それしかわからん。あれ、でも、ハチなんかそこらへん、そっちになかったっけ、そこに。やだー。オペラちゃんはちょっと僕嫌いだから、オペラちゃんは嫌かな。ね、なんで今構成振ったじゃん。好きなら聞いてくれ。
私はハンターを引き取るって暗号機の花火でしたけど。はい、あーすごいタイミングで着いた。私死にますよこれ。なんでスタンバってんだよ。地下についてけや。あいつさん待ってんだよ。ちょっとおいこら、お前特に何もしないやろがい。え、でも泣き虫が飛ばしたのは心眼だけだから、そう考えるとオペラの方が割と仕事してるかもしれない。踊り子飛ばして単行詞飛ばしてるかな。くそ、お前オペラだったらあれで来いよ、同じ神髄の衣装で来いよ。今回の出てないんか。キャンプすんな、エッチが。ファッションガイドでも、いや、なんかジュ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 来てる。無理無理。そんな救助されたところで私、生きていけないの。ハッチの居場所はわかるよ。ハッチの居場所はね、なんかそちら辺で見た気がするから。でも分かったところでさ、ここの板は倒れてないし、ここの板も倒れてないし、ここら辺にワープはないし、そこにロビーはいるし。反されました、出てない。相手がなんかあ、よく見たら捕まってた。いくらだったんだ。なんか呪術師2人死んで、何してんの。あ、ってことはいくら出れるくね、これ。いくら出れるじゃん。呪術師2人を犠牲にして。いくらが吐いてた。なんで。犠牲はつけもん。そうだな、私たちが出るのに犠牲は必要だったんだ。私たちの犠牲となってくれ。ばあさんいらっしゃい。性別、あれなんか性別遅いなってる。私、あ、見やめすんだよな、びっくりした。表、あ、終わった、終わり申した。アドに声似てる。アドって、あの歌い手のアド？それはアドに失礼だからちょっと訂正してもらえる？私のドブ声とアド様を一緒にしたらあかんよ。アドファに、あの、殺されちゃう。このセレ、やっぱさ、第五人格運営さ、こうと 年月を増すごとに進化してるような。見てだって、トレイシー、トレイシーもバチクソ可愛いけど、おみさひかひ、そうですね、おみさひかひです。あ、つっか A 様いらっしゃいませ。実質勝ち、そうですね、私たちは実質勝ちました。二人で出たので。いやマジ本当、このトレイシーも可愛いけどさ、この新しく出た、今年出たスエレもめちゃくちゃ可愛くない？髪型のアレンジもえぐいしさ、この何？スカートのバラ、スカート、あの、トレイシーの、スカ、トレイシーみたいにスカートをバラにするんじゃなくて、スカートに大きいバラつけちゃうとかさ、なかなか考えないよ。来年はどうなっちゃうの？いや、可愛い。見て、は、よく見たら胸元のさ、お花がさ、反対についてる。可愛い。めっちゃ恐ろしいじゃん。可愛い。ガチャのかけらできしかった、じゃあニコさんともお揃いにできちゃうね。いや可愛い。見てこの妖精も周りにパタパタ飛んで、頭のさ、この何、アクセサリーも可愛い。ちょっと邪魔邪魔邪魔、違う、これじゃない、これだ、これのさ、ほら見てこれ、かわいくね。
トレシーも可愛いんだけどさ、ちょ、自由視点。自由視点遠いな。お、見て、トレシーも可愛い。え、可愛い。トレシーのこの羽パタパタするの可愛いな。トレシーの羽パタパタするのが好きですね。いやー、多分来年も出ると思うよ、さすがに。誰か来てほしいかな。チーシーとか、ここ、来年チーシー来たら私の中で激アツなんだけど、来年チーシーバレンタイン衣装でこんなピンクの衣装出たら私の中で激アツなんだけど、絶対可愛いやん。絶対可愛い。私求めてます。でも、なんだ？あ、でも手で地毛黒か。トレイシーが元が金髪っぽい色だから、それに沿ってのはあると思うけど、そうだよね。手では地毛が黒だもんな。え、じゃあやっぱチーシーでもありなんじゃないですか？チーシーの金髪ピンクふわふわ衣装、なのにボコボコにされる、そういう屈辱的な展開待ってます、私。買います、むしろそんな出たら衣装。チーシー使えるようになっちゃうわ。心理。いやでも心理は、運営が、言ってたみたいに多分患者とセットじゃなきゃ出てこないから、多分心理のこのピンクふわふわ衣装は多分出ないと思う。てかバレンタインでも衣装出たしね。あれ、あの衣装が。心理これ。これがもう出ちゃったから多分もう出ないんじゃない？ああ、でもそれはほら、あれだから。ロミオは、患者が選ばれなきゃ出てこないから。逆に、ロミオとジュリエットでできるように多分ジュリエットなんだろうし。いや、可愛いよな、このジュリエット。一回も試合で来てないけど。絶対さ、これさ、このモーションができてるってことはさ、患者のバージョンはこう下からさ、ジュリエットってしてる患者ってことでしょ？かわいい、はぁ。もう二人はセットだからね、もうセットの衣装しか出てこへんから。ま、それがかわいいんですけど。私もこの二人が好きだからな、この二人のセット。心理の背景推理？心理の背景推理ってなんだ？何があるんだ？わからない。私わからないわ。心理の背景推理どこで見れますか？これか。86% 言われてるわ。患者に一回救援される。あとこれだ。感情転移を2回使用する。私、でも、それ以外全部やってるわ。感情と共に、お互いに2回駆け寄って、ストレス中にロケットチェアから仲間救助して、感情と共に荘園脱出して、あと救助されるだけだね、患者に。ダーリン、私を助けてってするだけだわ、と。あ、救助する側これ。あ、私がする側。ああ、なるほどね。ニコさんがされたいのに患者が捕まってるから、ニコさん、かっこ心理が、患者を救助してる羽目になってるってことが、理解した。患者の背景推理はもうむしろ心理より進んでない。うん、心理より進んでない。私の推しは終わってるんですけど、ボルはもらったかね。ボルももらえてない。だって一緒に救助し、一緒に出てないから。ボル心理しかもらってない。心理はランク戦でも全然余裕で使えるから、多分ランク戦で多分誰かがエミール使ったんかな。まあマルチかもしれないけど。
取れない。ああ、私割と10ずつ使ってたけど 72% で詰まってんだ。未だできず。見て、私1個もやってない。あ、1個もは嘘ついた。2個しかやってない。3個目の泥棒から視線隠れて逃げるのがすごい苦手すぎて、そっからやってないわ。この黒面欲しいんだけど、裏面欲しいんだけど、だるい、超めんどくさい。してるわ。またお絵かきもしたんだけど全然できてない。もっとゲームもしたいしな。例えばこれさ、あの患者の、あ、違う、患者じゃないわ。この患者をタップしてるんですよ。感じじゃなくて、この作曲家の衣装がの、あのイラストだと脳幹視に見えたから、この衣装だけ欲しいって言ったら本当にこの衣装だけ出ました。N、それ当たった気がする。ちょっとね、このハスターね、ちょっとね、私ちょっと集合体恐怖症気味だから、ちょっとマジで無理。あのランクマでも見るし、28でも見るからさ、もうすっごい悲鳴あげたね。これも欲しかったので、これも一緒っぱなに出て満足しました。フローライトも持ってるのにね。でもこっちの方がいいんだよな。なんでだろう、おかっぱだからかな。かわいい。当たった気がする。まあ、どっちか、SSR だから、SSR、しかもあの、心臓銃もらえてるから、多分、何かしら1個は多分出てるけど、みんな。運が良ければ2個出てるはず。ちょっとね、人形師どんぐらい強いんだろう。私人形師一回も使ったことないから、あれなんだよね、持っても使わないし。かわいいつれ。私はですね、このミラダイユルが可愛すぎてゲットしちゃいました。可愛い。このミラダイユルとね、あれ空軍のさ、スザンナみたいな衣装をさ並べたいんだけどさ、私がその肝心のスザンナを持ってない。使わないのに回しましたわ。使わないのに回してしまいましたのね。スザンナかわいい。見て、これ絶対さっきのウィラの衣装と合うべや。かわいい。これしかも見て、この怯えた感じの立ち振る舞い。かわいい。普段の空軍からは思いつかない。交換したらいい？できるんですけど、ちょっと。あのちょっとこれもう推しのために取っといてあるみたいなところあるからさ、使えないんだよね。すべては推しのためにって思いがある。でも並べたい、めちゃくちゃ並べたい。もう見て、もう赤と青でさ色違いみたいなもんじゃん。かわいい、絶対かわいいよ。ペロペロ。間違えた、これはポスター、ビクター・ブランス。空軍どこ、いら、私もこれ可愛くてさ一目惚れして買いました。あのイラストが出た時に、あ、もう絶対これ買おうって思って、
かけらためて、もう速攻交換しました。見てこのスリット。途中で追加されたこのスリット。落ちたな。そういうことやってない。ああ。じゃあ、ニコさんに見せつけていこうかな。かわいい。見て。エッチ。見て、これさ、よくよく見たらさ、これさ、なんか、線みたいなの見えない？これパンチラインじゃない？大丈夫そう？上。これパンチじゃない？ほら、見て見て見て、これ。これ、若干、このスリットの上の部分になんか紐みたいなの見えない？大丈夫？空軍おパンツ見せてない？大丈夫そう？こんなスリット開いて。うわー！エッチやー！ N 祭司の紫色の方がエロいかと。祭司の紫色、あれはもう、だって、もう見せつけてきてるじゃん。私もだってあれ好きすぎて一時期ずっとつけてたよ。これでしょ？なんだイラストでも描いたしな、私これ。昔。エロいなぁ。もう見せつけてきてるよ。パンツ履いてる？パンツ履いてます？ティーバッグですか？これもしかして。ティーバッグですね、これ。もう確実にティーバッグですよ、こんな。ここまで開いてんのに。紐が見えませんもの。ティーバッグですわ、お客様。いや、背中もかっぴらいてんのエロいよなぁ。これはかわいい。ねえ、エロい。これはね、ちょっとね、かわいいより。これもスリート入ってんだけどね。こっちもなんかかわいいって感じするわ。かわいい。私が一番好きなのは案内人です。ロールキャベツちゃん、かわいい。ああ、確かに案内人なおさん使ってるね、よく。え、かわいい、キャベツちゃん。これが欲しい。この前初めて使ったけど、なんか飛んでてびっくりした。どれが？どれだ？どれが何か飛んでてびっくりした？どれだ？これ？あー、これエフェクトか？あれ、エフェクトって当時からなかったっけ？これ最近追加されたやつだっけ？あれ、前から表示されてなかったっけ、この絵ちょっと。あ、もっと使ってなかったのか。緑縛りした。あ、それであれか。案内人ちゃん使ってエフェクトを見た、びっくりしたんか。緑縛りか。緑縛りか。緑。案内に緑でしょ？Nハンターさんの名前が緑好きみたいな感じ。ああ、なるほどね。ああ、確かにそういう時するわ、緑縛り。これも一応緑なんかな。呪術師の衣装も。これか。まあでも緑か、一応これも。水色じゃないのかな。かわいい。なんだ、あ、これは青いだわ。ルカバルさんになんか緑のなんちゃらってあった気がする。緑のパン。なんかあんま緑感しない気もするけど、緑のパンです。
野川市に緑はなかった気がします。あー、今年が緑判定するなら緑です。あ、待って、 いるわ、ここにいるわ。メリークリスマスカラーが、メリークリスマス。マジでこのゲストあまりにもダサいんだけど、どうしたらいい？マジこのゲストだけはダサいダサい言い続けてたらさ、この衣装なかなか出なかったよね。彼の静かに集中している眼差しは結婚式に神聖さを加えた、だって。はぁー、見てこの胸元開いてる脳幹視、なかなかいないよ。エッチだねー、エッチだねー、全部エッチだねーってなっちゃうわ。眠て、あーお疲れ様って言えませんでした。文字打つの遅すぎ。パオンピエン。じゃあ私とりあえず寝ようかな。一回寝て、昼ランに起きれたら昼ラン配信しようかな。昼ラン起きれなかったら、まあ諦めてよ。はい、お疲れ様です。